皆さんごきげんようパーリやりましょう難しいでしょう第9課代名詞いろいろあったでしょあ私あなた <laughs> 三人称の、えー、彼彼女女性系ね、えー、それから複数系もありました、えー、そういったもので、えー、代名詞変化をするという特別な形でしたねそれから、えー、関係代名詞という 特別な読み方が必要な部分を教えましたこれはねあの複雑なあの論理構造のパーリングってあるんですねそういうのが、えー、哲学書みたいなのねそういう中ではこの関係代名詞を使って読むというのはとっても大切なんですで、関係代名詞わからないと全く手も足も出ないという文章もあるんですねだからそういうためにはやっぱり <laughs> えー、ちゃんと勉強しとかないといけません。それで、えー、今日は第９課最後にしようと思ってます、えー。何としてでも第９課を今日で終わります。あ、それからあの練習問題ね、えー、皆さんたくさん送ってきてくださってるんです。ありがとうございます。えー、っと人によっては私あの一、えー、週間以内って言ったんです。ここでアップしてから。 1>, 1週間以内に私のところへ回答を送ってください」って言ったんですが、えーえー、聞いている方によってはいろいろと大変で忙しかったり焦っちゃってもう困りますという,うお手紙もあってね別に私も1週間で切る何も必要性はないのでもうあれはもうもっともっと長くてもいいです。3か月ででもも半年でもいいわ あの時間のある時に YouTube を見て自分のペースで私の講義を聞きながらやってくださいどうぞそんな焦らずにねあの、えー、時間が経ってから送ってくださってもちゃんと回答はお渡ししますからお送りしますからどうぞ焦らずにゆっくりやってくださいそれから返信用の封筒の切手なんですけども時々重量オーバーで。 帰ってきちゃうのがあって私自分の,はあの切って <laughs> 貼ってねあの送ってるのがあるのであの自分の回答だけじゃなくて私の回答も入れて送り返すということを計算に入れてもし多くなりそうでしたらすいませんけどもちょっと多めに切って貼っといてくださいよろしくお願いします。それじゃあ行きます、えー、86ページ 86ページの「形容詞」えっ、ー、と「代名詞」っていうのは何かにかかることが多かったですね「えー、かのブッダの教え」とかねあの何かにかかることがあるこの「かかる」というところから、えー、今度は「形容詞」へ話が入っていきます。代名詞ののの場合にはあ,のとあの何ととかこの誰何 誰々とかそういう関係で「あっこそワード」だったけども形容詞の場合にはこれはもう一つ一つが白い花とか長い道とかそういう一つ一つが何か形容する特別な言葉になってますね。それはもう山ほどあるわけですいろんな形容詞がねそれであの,形容詞の使い方はもうこれはパーリン語で皆さん慣れた通りで。 何かの単語を形容する場合には形容詞と形容されるものね白いと花白と花はつながりますからどちらも同じ性数数ををりります性数格を取りますす単語の一つ一つ名詞はそれぞれ性が決まってましたね。ということは形容詞は性が決まってたらおかしいんですね。 性は決まってないんですなぜならばそれが何を形容するかによって形容詞は変わらなくちゃいけないからですだから形容詞っていうのは男性女性中性何でもいいですとあのそういう形で待ってるわけですそして何かにかかった時にかかった相手の決まった性ですね男性名詞なら男性名詞に合わせて形容詞が男性に変わるとこういう形で 形容詞はあの使われていくわけなんですね。よろしいですか？それでそこでちょっと見ますと、86ページの真ん中、真ん中というか形容詞と書いてあるところですね、えー。そこには例えばディーガという名前があの名,名詞じゃない。ごいディーガという形容詞が出てきております。長いですね。だからこのディーガが、えー 男性名詞にかかる場合には自分も男性形になりますので D5 という形の,あのブッドーの形で変化していきます女性名詞にかかる場合には D がは D がというねあーで終わる女性名詞の形に自分が変わって女性名詞として変化していきますその女性名詞を形容しながらねそして中性だったらもちろん中性系だから D がん という形になるということなんですねそれはもういいと思いますだから形容詞は名詞を修飾し名詞と同じ整数格を取ります D5 マッゴ D がなナよろしいですかナディ,は,ナディは女性名詞ですが E で終わる女性名詞でしたねだけども形容詞がそれに合わせて女性に変わる場合には E にならずに あーで終わることも多いんです。だから dig。な d にならずに d がナディになるのが普通なんです。やらしいですか？女性の場合にはあーで終わる形で受けますと。それから中性名詞の場合にはもちろん d ガムああ言うとこうなります。ただし、今ね女性の場合に大抵の形容詞は？ かかる名詞がどんな形であっても自分自身は「あー」で終わる女性名詞になるんだと言いましたが場合によっては「いい」で終わる女性名詞の形になる形容詞もあるというのがその次の美しい女性とかなんとかっていうか少女とかそこのところ。これでちょっとねあのミ,スミスタイプとかミスプリントがあって一番最初の「美しい少女」。 スルーパーカンニア、スンダリーカンニアってこのスルーパーとスンダリーはあー入れ替えてください。なぜかというとその下の二行目三行目は全部スンダリーがはめでスルーパーが二番目に来てるんです。だからこれ全部この形で揃えておくのがおいてるはずなんだけども、どういうわけか一行目だけこれ入れ替わっちゃってるんでこの入れ替わりには何の意味もないんです。単なるミスです。 ですからこれはスルーパーカンニャーとスンダリーカンニャーはそのスルーパーとスンダリーを入れ替えてみてください。そうするとれから次時に形容詞は独立した形で用いられ名詞として使われることもある。例えばあのその下にタルナ「たるな」「たるの」これ「若い」という「ヤング」という形容詞なんですが。 若いって言っただけで若い人を指すんですねこともあるんです。日本語でもあるでしょ「ちょっとそこの若いのちょっと若いの着てちょうだい」ってこれ若,若いのっていうね「まあの」つきますけどもこれ形容詞だけで人を表しちゃってるでしょわかりますかそういうことがあるということなんですね。その次のパパ「パーパー」「パーパー」覚えとくといいですよこれ悪いっていう意味です。 悪いイビルとかねバッドとかこういうのね、えー、パーパンでそれをパーパンという中性名詞にでこれこれで一個の名詞にすると、えー、悪さになるんですね日本語でもね悪いっていうのがその、えー、ほら悪いあれ悪いのっていうでしょあれこれ名詞で使ってますよねそういうあのーえー、こともあるということでこれはまあわかると思います次 その次はものすごく大事なのものすごくないな。い <laughs> い力入れちゃった。後藤に青を付して形容詞の否定形を作ります。形容詞の前に青をつけると何々でないという。not 何々になるんです。だから、さっきの d が長いにアディーガっていう形容詞作ると、これで長くない。長くない。場合によっては短いという意味になるんです。 次がアリアアリアっていうのはこれはアーリアですから聖なるホーリーという意味なんですがこれに「ア」をつけて「アーリア」の場合には前にこの母音が来てる場合には「アー」はつけにくいので「アン」をつけるんですだから「アリア」に「アン」つけて「アン・アリア」「アナリア」になるね「アナリア」になるね。 これはアリアでないということで癒しいという意味になるということなんですねそれからその次も大事です多くの形容詞のアクザティブシンニュラアクザティブシンニュラつまりムがつきますねうん。あの、シーガム、ディーガム、ドゥーラムこれただの形容詞のアクザティブなんですけれどもアクザティブで 形容詞が来るとねそれだけで副詞になるんですつまり長くとか早くとかね早い早い列車とかいう場合の早いっていうのがアクサティブになると早くという動詞あの副詞になって何か他の動詞にかかるんですね早く走るとかねわかりますこれもねよく出てきます、えー、一応覚えておいてください出てくるとすぐわかりますすぐ分かります あの副詞副詞として使うアグザティオ、そこまでよろしいですか？さて、ここでちょっとね。戻ります。戻ります。代名詞へ戻ります。代名詞の代名詞は形容詞として使われることがあると言いましたね。わかります。か？ええー、のブッダはという風に言うと、ほらかのブッダっていう風に。かかってるでしょか？って彼その？ というのが文大にかかってかのぶだってなるでしょ。だから、このかかり方は形容詞と同じ使われ方してるんです。だからかという単語。この場合はそうですよね。そう、仏道宋仏道というとそのブッダがというになりますね。だから代名詞は形容詞として。 使われるんですが、形容詞として使われない場合だってたくさんあるわけで。その区別をちょっと、戻ってご紹介をしておきたいと思います。こんなふうなのを用意しました。えっ、ー、と、書場先生の七十七ページを見てください。書場先生の七十七ページに、えー。これ代名詞の一番最初に書いてあるんですけども。代名詞は名詞とともに用いられる場合。 形容詞として扱われかかっていくくない。関係する名詞を特定する。働きをなす。つまり、その何々あの何々っていう風にね。で、そして形容詞と同様、関係する名詞と同じ整数格を取る。だから、代名詞が名詞と並んで現れてきた時には？ えそれは形容詞として使われるんですよっていうふに読めるんですけども読めるんですけどもちょっと言葉が足らないんですそれを私ここで補っておきました代名詞は名詞とともに形容詞的に使われる場合に限って形容詞として扱われるつまり何が言いたいかというと形容詞として用いられない場合だってあるんだよということです当たり前です そそれはとか彼はとかとかいう場合はドグリスで使われるし、例えばコナンどうです、えー。タッサプトラタッサプトロ、プトロは息子ですね。タッサプトロ、これあの代名詞と名詞が一緒になって使われてますね。でも意味はタッサプトロは彼の息子です。 彼の息子です。で、彼の息子じゃありません。彼、彼のっていう代名詞と息子は同格じゃないから、彼の息子というふうに形容してるわけじゃなくて、彼の息子というふうにあの関係を表してるでしょ。だからこの場合には名詞とともに使われているけれども、形容詞あの、えー、形容詞じゃないんです。だから。 形容詞的に使われてる場合にだけ形容詞として使われるという当たり前のことだけども大事なことが抜けてるのでその分を今ご紹介をしておきますさあそれでですねもうちょっと行きましょう形容詞的に用いられるのはどういうことなのかというと代名詞と名詞が並んでいるときにその代名詞が名詞と同じものを指しているわけです だから A、A. B. と二つ、これ A. が代名詞で B. が名詞だとすると。A. なる B. A. である B. というふうに訳せる場合には。これは形容詞的に使われているわけです。わかりますか。そう、さっこうあぼう茶、そう、さっこうあぼう茶。そうは、あの、彼。という,う代名詞の三人称単数でしたね。 えっとそう三人称単数、えー、の,、えー、のおノミナティブあ僕言えてるね単数ノミナティブだったねあの、えー、代名詞のねそうで「そう」が彼で「作、え、公、ー」が「シャクラ」これはあの「大作展」のことですね「大作展」男性で「あぼうんが「言った」「喋った」「言った」ですから「 彼なる彼なる作家は言ったと読めますね彼なる作家そう殺行で、えー、これは彼と作家は同じものを指してますから彼なる作家は言った何々なる何々何々である何々という風うに訳せる場合にはこれは形容詞的に使われているんですだからこれは彼の作家は言った彼の対借点は言ったという意味になるところがたむぷ タムジャーナーシーあごめんなさい投稿の話じゃなくてこれもいいんですこれも同じタムプタムジャーナーシージャーナーシーはあなたは知っているという二人称のね動詞ですねあなたは知っているタムプッタムそれ息子これがかかりますだからこれなるまあ、それなるでもいいですがそれなるこれなる息子をあなたは知っている ね、これも「何々なる」と訳せるからタムとプッタが同じものを指して形容詞的にかかってるわけですこうタムからプッタやね。でだからだからその息子をあなたは知っているとこういう普通の訳になるんですこれはよろしいですかこれは形容詞的に使われている場合ところが使われていない場合もいくらでもあるわけで、えー、これはそうです。 方ティがつきました。さっきの文章に方ティがついた。で、えー、あの、えー、そうサッコ方ティ。方ティは何々です。何々です。そうするとね、これ形容詞的に読むと読めないですよ。彼なるサッコです。彼なるサッコですって何なんだとい通じないね。だからここはこう読むんですよ。彼は作家。 ですと対借点ですつまりこの場合相と殺行は形容してるんじゃなくて切れてるんです相があって殺行があって真ん中に法器があると考えた方がわかりやすいねそうすると彼は殺行でありますという風になって主語と実語の関係で分かれちゃうんです相と殺行がねだからこれ 名詞と一緒に使われているけれども決して形容詞的に使われてるわけじゃなくて独立したあの、えー、主語として使われているわけですそうはね。で次「タッサ・プッタム・ジャーナーシー」これもさっきと似てるけど違うんですね。タタッッサプッタムジャーナーシーあなたは知知っってていいるる息子を知っているだけどもつ一番最初は「タッサ」だから「 その息子でではないんですタム・プッタム・ジャーナーシじゃなくてタッサ・プッタム・ジャーナーシだからタッサっていうのは何かプッタムとは別のものです。去が違うもんね。だからこれは彼の息子をあなたは知っている。だからこのタッサが示している彼は息子じゃないんですね別。別人なんです。お父さんですよね。彼の息子を知っていいるとううううんだかからねおですかこういうふうにあの ショバ先生の本だと、あの名詞と一緒に使われてると全部形容詞的だっていうふにちょっと読めちゃうかもしれないんですが、そうではないんです。いろんなあの違う使われ方があるんです。クイズ。カー,かーッタッサプタサアンマー。カーたっさッタッサプタサアンマー。あれですか。二番目のパーリ語。カー,ーッタッサプタサアンマー。 たっさぷたさあんま説明やめとこうかクイズだから。最初のの文章には2つの違った意味があり得ますなぜならば最初の文章は形容詞的に読むこともできるし独立した別の意味を指すも別のものを指すとしてあの区分けして読むことも可能だからです。 二番目の文章は絶対に形容詞的に読むことができないので意味はこれ一つにしか決まりませんはい、じゃこれはねあの自分でちょっと考えておいてくださいよろしいですかはい、それで次いきますまあ早くいきましょうあの休暇終わらないとね次に1回いけないから当たり前だけども <laughs>、えー、休暇最後 87ページ同格同格というのはあのこれはね形容詞的用法と非常によく似てるんですが形容詞と名詞の関係じゃなくて名詞名詞の関係でもありうるというんです。名詞名詞。名詞名詞がつながると形容詞的に名詞名詞がかかってること2つの名詞つながるとどうなんだっていうと何々何なるですよさっきの。 何々なる何々白い本彼なる息子という風うにどう書くでしょでこれで全然違う名詞をつなげることもできるんです、えー、そこに書いてありますがえー、っと87ページの上から7、8に下に、えー、ありますねジャナコプッタンサマナンバンダティえー、父は ジャナカはプッタムサマナサマナというのはシャモンシャモンというのは修行者ですいろんな修行する人ね修行者のことをサマナって言うんですねシャモンなんですでプッタムサマナムバンダティバンダティは礼拝するなのでお父さんはプッタムでかつサマナこれ同じ人を指すんですだからこれが同格の息子 シャモンだからこれは息子でシャモンをライハーするこの場合ねどっちが形容しててどっちが形容されてるかって区別つかないでしょ同じ重みでしょ息子シャモンだからこれを同格と言って形容ではないんですね形容っていうと形容する側とされる側のなんか主従関係みたいなのはあるわね白い花だったら花の方がメインだとこうなるけども。 名詞を二つ並べる場合には何〇なる何〇でどっちも同じ比重なんですねだからこれを同格と言って今の場合はあのシャモンである息子と言ってもいいし息子であるシャモンをと言っても全く一緒ですどちらにしても息子とシャモンの同一人物を礼拝するどんどん行きましょうマーヤーデイビーマーヤーブニンですねお,お,釈お釈迦様のお母さん マーヤー部人は名前がマーヤーでデービーというのは王妃様です王様の奥さんということですだからマーヤー王妃なんですね意味は。でこれどっちがメインというわけじゃないからマーヤーという王妃でいいわけです。ガンガガガンンンナディーガンジジススという川、ガンジス川、シッダ という王子しだった。王子もう当たり前だけども、こうやってどん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 2つの名詞が並んでいけば、これ全部これが同格として何々である。何々あるいはつなげちゃって何々何々？まあや武人とかねしだった。王子っていうふうにもうくっつけちゃってもいいわけです。こういうのもあるということです。よろしくございますか？第9課終わりました。練習問題 a はやりません。b もやりません。 C をやります。C です。見てください。C はもうすべてこれは本物の仏教聖典阿含経ニカーヤから取られている文章です。もう我々は阿含の世界に入り込んでますよ。よろしいですか。ゆっくり焦らずに早くやらなくちゃやらなくていいです。YouTube は何度でも繰り返しいつでも見られますから時間をゆっくりとって一かずつ。 分かったら次へ分かったら次へ練習問題しっかりやってそしてここまでたどり着いてください休暇の最後までねよろしくございますかはいそれじゃああのお便りお待ちしてます皆さんたくさんいただいて私もう嬉しくてあのどんどんあの回答を送っておりますからあのまた続けてやってくださいねはいそれじゃあ今日はこれでご無礼しますごきげんよう